本日13日の午前9時、日本のはるか南東の海上で新たに熱帯低気圧が発生しました。こちらご覧ください。日本のはるか南東海上で熱帯低気圧が発生しています。現在中心の気圧は1004ヘクトパスカル、北北東にゆっくり進んでいるものとみられます。中心付近の最大風速は15メートルで、まだ熱帯低気圧ですけれども、明日までには中心付近の最大風速は17メートルを超えて台風にまで発達すると予想されています。この台風はこの後しばらく北寄りに進んだ後、進路をやや西寄りに変えて15日あさっての午前9時には本州の東の海上に到達すると予想されています。その後の予想進路はまだはっきりしませんけれども、今後の最新の台風情報に注意が必要になりますし、東北の太平洋の沿岸にはうねりが入り始めると思われます。今後の台風情報に、台風もしくは熱帯低気圧の情報に十分にご注意ください。最新の熱帯低気圧台風情報はウェザーニュースのアプリからご確認いただけます。